チンしたん。そう、金髪じゃ目立たなかったからピンクにしてもうちょい目立とうかな。形からな、形から大事。え、しかも聞いて、メドちゃん聞いて、この髪型な、アスナ前髪を下ろしたらもう完全に一緒やねんか。なほどの髪型。え？なんだこっちゃ。マジで。こう刈り上げてるし、前髪下ろしたらマジでこの髪型やねん。ちょっと待って、その時はポジションはどこで選ばれたの？もうわかんない。わかんないんだ。わかんない、全然わかんない。何やってるかわかんない。ちなみに坂口は、代表ってどこのポジションやったことある？え？全部。もはやキーパーもね、キーパーもあるし、私覚えてない、一回見まさかのさキャンプでさ、なんかさキーパー練習出られたら覚えてる？うん、覚えてる。あ、覚えてる。覚えてるよ。うん、だって第三キーパーだったじゃん。違和感がないっていうことが一番やばい。そこまで違和感。基本しっかりしてたからね。多分キーパーの人たちを引っ張ったと思う。やばいやばい、怒られる、めっちゃ怒られる。みぞちゃんのキーパーの伝説は、あの皇后杯で PK を止めたやつ。田崎か。田崎やな。そうだ。あの後だってさ、ユナゴがさベレザに勝ったもんな。見てた、あれ見てた。うん、あれ結構みんなこうやって見てたのよ。アップせずに。めっちゃ覚えてるもん。そうだ、ね。ワールドカップの話よ。あ、そっか。はい、うん、そうだね。まあでも予選良かったけどね、うちらの。予選どんなやった？いや、ホームアンドアウェイだったじゃん、全部。ああ、オリンピック予選ってこと？そうそうそう。みずほがね、全然一緒に走ってくれなくてね。いや、事件多すぎるわ、やっぱり、どう考えても。事件聞きたい、その事件聞きたいっす。なんかね、まあもう今だから言えるけど、うちらお互いなんか熱出したり、今はさ、体調とかめっちゃ管理されてるじゃん。だけどお互いなんか風邪ひいて片方熱出したりたまにしてたの。黙っててな。自分が熱出した時はみさ、体温計とゼリー盗んできてとかって言って。みずも熱出してる時はもうとにかく出ろとかって言って布団かけて水いっぱい持ってきてなんか体重冷やしたりとかしてたの。でまあなんとか一日で治そうとかって言ってまあそういうのやってたんだけど、あれベトナムかな。ベトナムの時熱出してたんだよね、ちょっとね。でもなんかもうどうせ試合に出なきゃいけなかったし、もう走んなきゃバレちゃうし、ホテルで走りに行こうって言って、そしたら歯みたいなの一切ないみたいな、行くかバーバーとかって言い出して、でマジで磯さんにも自分ずっと言われてたから、水をちゃんと動かしてねみたいな。とかで磯さんに怒られちゃうんだけどとか、知るかみたいな、もう寝るとかって言って、もう布団ばっかぶって 寝るとかって言い出したから、いやまあしょうがないかと思って、もういいやと思って、なんかこういうホテルの前に円形のなんかジョギングコースみたいなのがあって、ちょうど一周一周回るちょうどいい感じのやつがあったの。でもしょうがないと思って自分音楽聴きながら一人で走って、まあまた部屋戻ったらなんか水とか持ってかなきゃなとかって思いながらバッて走り出したの、右回りに。うん、で走ってる途中で反対側走ってたやついたの。みぞだよね。何それ。しかもなんかもう会って笑えるのかなと思ったらもう無視。みぞだよ。どういう気持ちなの。あれ面白かったよね。でも、うん、で部屋戻ってでもさ、こういったところここで待ち合わせしなかった、ちょうど全然わ。知らなかったっけ。知ってないわ。ここで会おうって言ってなかった。あれ知ってないから。そう、勘違い。しかもなんかその年のアメリカ遠征とかでなんかあのアメリカのベッドの硬い棒で自分みそに殴られて超泣いてるもん。超痛くて、とりあえず喧嘩しまくってて、うちらめっちゃで、バスの中とかで髪の毛の引っ張り合いとかしてて。本当ね。山本さんやっけ。あんだけ山本さんもやってた。うん、いやもうフル代表だね、やったのうちは。そうやな。もうなんかあんな時からなんか好きあらばなんかやり合ってたっていうかさ、なんか。でも合宿終わってさ、日本帰ると急に着信拒否されるから。みぞ元気かなと思って電話しようと思ったら着信拒否されてる。うっとうしかったやと思う。うっとうしかったやと思う。2回言うな。今はもう笑い話。うん、そうだね。みぞだけね。そうそうそう、私だけ。もうだって、あやと心が広いだけでしょ、それ。そうそう、あやが向かいの部屋の忍ぶの部屋に走り込んだもん。マジで、殴られて痛すぎて。
みーちゃんこれで殴ったらね人は痛いんだよって普通にあの即されたもん、しのぶちゃんにでね、ほら痛いでしょこの硬いやつはって言ってだってあいつムカつくねえもんとか言って子供の喧嘩大橋さんマジで私ほんまにサッカーの記憶全くないねんけど、怒られてた記憶しかマジでないねんけど、うちはでもずっと怒られてたもんね。うん、サッカーの記憶マジでない、ほんまにない。練習着だけでも怒られてたもんね。うん、普通に隣散らされてたよな。こんなん今言ったらあかんのかもしれない。みずほ上ジャージ着てたの一回。うん、普通にジャージの上着てたの、ゴワゴワのな、ゴワゴワのな。それが短パンに入ってないってめっちゃ怒られてたからね上に羽織るやつ上の服全部しまえって怒られそれでもみずほ悪いそうやな、私が入れてなかったから一番入れてなかったから私が悪いから、うん、ジャージその下に練習着てジャージは入れなきゃダメズボンのゴムゴムパンパンでもちゃんと入れてやってたからね、その後ね入れてやつ、えらいいコンテンツいっぱいなんでお願いします。アポなしテレフォンとかね、アポなしテレフォン待ってますちなみにバタフライ泳げませんめっちゃ見てるめっちゃ S チャンネルちゃんと見てるちゃんとアスナのために見てるよちょいちょい。はや絶対見てない、今の話分かってなかったもん。いや分かってるよ、バタフライは泳げませんリピート2011年優勝したところ話してないけどいい、お前な、まあいいよ、間のところのが知りたいもんね。優勝したのなんて事実なんて、みんな知ってる。優勝したエピソードなんてみんなちょっとなんかよう知ってるやん、間の方が知らんやん。そうだ、だから今日はもう貴重な話がめっちゃ聞けた、うん、今日はあのそうやな、あやちゃんの試合出てない人たちの取り組みの話が良かったんじゃないでしょうか、うん、そうだね、そこだけでいいと思います。あとでも時差ボケで寝てるベッドの上から人を掘り投げても起きない説ね、坂口ね2バウンドぐらいしたけど起きひんかったな2人結構同部屋多かったよね、うん、めっちゃ多かったよね、ほぼほぼ喧嘩してたけどね。北京オリンピックの部屋なんてもう口聞いてないからね、仲良くしかもさ一緒の部屋やのにさ、もうさお互い喋りたくないからイヤホンでさ音楽とか聞いてその割にはさ、みずほが足首怪我してさ、なんかアイシングしてるやつ自分が取り替えたのもありがとうありがとう、ちゃんと言うからさ、いやマジでこんなんできない私しかおらんから。確かにね、その2人のネタだったらもういくらでもあるね、まだね。うん、これだけで多分日本いける今度撮ろう、そうやな、今度撮ろう、うん、ぜひぜひぜひ、うん、貴重なお時間ありがとうございます。ありがとうございました。はい、ありがとう。あの LINE します。今日も一日頑張りましょう。はい、じゃあおやすみ。おやすみ、おやすみ、ハバグデイ、ハバグデイ、はい、頑張ってね。